兵乱の中心となった松山城備中兵乱は、備中国内で起こった備中の戦国大名、三村元親と毛利氏、宇喜田氏による戦いである。この戦いの経緯を記した軍記物としては、成立年代不詳で三村久信が記したと考えられる備中兵乱記などがある。戦国時代前期の備中国は少領主が入り乱れ、大内氏や尼子氏などの有力大名が地元の少領主を抱き込んで覇権を争っていた。天文2年、猿掛城主の正為氏は尼子氏と結び、備中松山城周辺を領有していた上野与龍次を破りここを拠点とした。その後、星田から成羽周辺を領していた各種城主の三村氏も備中の覇権を手にしようと尼子氏と対立する毛利氏と結び、三村家親の代には少子を事実上追放して拠点を備中松山城へ移し、備中のほぼ全域と備前国の一部を手中に収めるに至った。ところが、永禄9年、三村家親が、備前国の浦上宗景の被官、宇喜田直家によって暗殺された。永禄10年、後を継いだ子、元親は、父の鏑江合戦と少子約2万の軍をもって、備前に侵攻し秋吉寺合戦が行われたが、直家は、元親を巧みに誘い出す戦術をとり、三村軍は5000の宇喜田軍に大敗した。永禄11年、三村氏に率いられた備中の軍勢が毛利氏の九州侵攻に参加していた隙を突き、直家は備中に侵攻した。備中松山城を守る将、高助や雑賀城主、植木秀長などはこの時に宇喜田側に寝返った。さらに機に乗じて、宇喜田勢は猿掛城などを攻め落とし、これに危機感を覚えた安芸国の毛利元就は四男の毛利元清を使わして猿掛城を奪還し、さらに備中松山城を攻撃し少子を追い落とした。この戦いで備中松山城をようやく奪還した元親は、同城に大幅に手を加えて要塞化した。天正2年、毛利氏は山陽地方を担当する元就の三男、小早川隆景を介して、宇喜田直家と事実上の同盟を結んだ。これは、宇喜田などは表裏のものであり到底信用できる相手ではない歴代忠敬を働いてきた三村家をないがしろにするものであり義から外れる行いであると主張する山陰地方担当の元就次男吉川元春らの反対を押し切ってのことであった。この結果により宇喜田氏に遺恨を持つ元親は毛利氏から離反し織田信長と内通した。この判断に反対していた王子三村親重とその子、親仙は元親を見限って出奔した。この年の冬、三村氏の離反に危機を感じた毛利輝元は隆景を総大将として、備中に8万の大軍を派兵し、備中兵乱の口火が切られた。なお、その際も元春は三村討伐の回避を主張し、自ら元親に会って説得すると具申したが入れられず、義を通さぬ。毛利氏への将来は暗いなどと嘆いたと言われる。元春の危惧は、備中兵乱の数年後に、直家が織田方に寝返ったことにより、現実化する。三村軍の本城である備中松山城は砦21丸と呼ばれた出丸が築かれて要塞化していた。このため、毛利軍はまず、猿掛城、雑賀城、国吉城、各種城など、周辺の城を次々に陥落させた。裸城となった残る備中松山城を力攻めはせず、持久戦に持ち込み離反など内部からの崩壊を待った。城が包囲されて1ヶ月近く経過して、三村軍の士気が衰え、内応により天神の丸が陥落すると次々に内応者が続出した。天正3年5月、備中松山城は陥落。当初、元親は家臣の説得により、妻子、家臣と共に落ち延びを図るが、覚悟を決めて、小早川隆景に切腹を願い出た。隆景は願い出を認め、元親は、阿波三好出身の老母や、親交のあった、細川藤宝に宛てた、自制数種を残し、末連時で自尽した。松山城落城後、毛利氏は、備中平定のため三村氏ゆかりの書状相当を行った。元親の妹の婿、上野貴教がよる三村一族最後の城である、定山城も、鶴姫他城の女性ともども奮戦したが大勢に、無勢で落城し、備中平乱は幕を閉じた。また、これらに先立つこと天正3年1月8日、毛利軍は、譲り派城、城主の三村元範を攻撃して落城させた。1月17日、荒平山城城主、川西三郎左衛門の衆、城兵の除名と引き換えに、四国讃岐へと流された。この備中平乱によって、戦国大名としての三村氏は滅亡した。なお、元親の叔父、近重は、元親を監視できなかった咎を受けて減俸されたものの、所領は安堵され、引き続きなりは各種城主の地位も許された。その後、近重は命にあたる元親の妹など三村本家の縁者を庇護したという。子孫の系統は、江戸時代に入り、備後福山藩水野氏の家老職を務め、水野家藩主制挙に際し遺言を託されるなど、要職にあった。以後、備中の大半は毛利氏の領土となり、南方の一部が宇喜田氏に与えられた。ありがとうございます。